今日の着物を申し上げますね。こちらはですね、江戸小紋、桜の江戸小紋なんですけれども、ご覧になれますか。ちっちゃな模様の桜なんですね。で、この着ています、羽織はですね、この前が桜で、背中にしだれ桜を入れています。この前の、羽織紐の、これはですね、私の南洋真珠のピンクのですね、羽織紐にしていただきました。脱いでみますね。脱ぎましたら、後ろはですね、これはですね、カルチエとエルメスのスカーフ、こちらエルメスですね。カルチエとエルメスを後ろの羽裏にしてみました。今日の着物は本当にもう、こう若い頃に着た、作ってもらったものなんですけれども、帯は今日は半幅ですね。羽織着るとき半幅楽でいいですね。あとこちらはバカラのハートになります。こんな感じで今日もお勉強に行ってまいります。